私に親切にして、お願い、ジーザス、ふざけてなさいよ、本気でやってんの私は。ねえ、見てこれ、あなた本当見て、このなんか、あなたコピーしたみたいな、あんたわかる、この用紙みたいなやつ、あんた、え、この紙のこの数々、本当ねえ、本当よ、どんだけすんのよこれ。セブン行くわ。こういうのね、ピャ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 ってやれば、ピャ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 ってね、そうよ。64番です。皆さん。ね、64番が出ました。さあ。神様、力を貸してお願いよ。お願い。今日またなんで今日なのよ、おならしたわ本当ね。願望叶いにくいでしょ、病気危ないでしょ、出物出てこないでしょ、待ち人現れないでしょ、新築もまあまあでしょ、旅行もまあまあでしょ、結婚良くないでしょ、安楽そうであってもまだ心に潤いが残っているでしょう。どういうこと？愛情深き間柄の人でも別れの悲しみが起こるかもしれません。それはまるで風が激しく波が荒れているようなものです。おしどりは離れずに飛行しますが、おしどりも離れて飛ぶような運命です。静かに待ちましょう。おかしいだろこれ、おしどりはずっと一緒でしょ、なんでおしどりバラバラになるのよこれ。え、じゃあおしどりはなんか、おしどりは離れずに飛行するけど、バラバラになって、ね、飛ぶような運命だって、どういう運命よこれ。これちょっと無理がありすぎるねこれね、変えた人ちょっと、これはちょっと無理があんねね。そうそう、おしどりはずっと一緒よ、ほんと。うん、バラバラになるわけないだろ、だった。何言ってんのよ、ほんと。青ちゃん、ほんと。ねえ、バカじゃないの、ほんと。そんなわけないわよ。バラバラになります、なんて。な？全部、100円玉も全部、あ、500円玉じゃないわ、1000円全部使いました。1000円使って、110円のやつを買って、100円だと思って押したら110円で890円出てきました。その890円のうち500円が出てきて、3回引きました。残りはだって590円ですね。そう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 、うん、ねえ。どうするの？でもね、5枚500円入れて、バカじゃないの、ほんと。そんなことあり？500円入れて、じゃあ500円じゃあ引きますって。女の無理よ、あなた500円。あんたもうほんと、疲れたわよ、もう私も。不幸よ、全部あなた。全部今日ばっかりして。もういいんじゃない？そうそう、UFO キャッチャーみたいよね、ほんと。あ、じゃあ500円入れて、1回引きましょうよね。あ、そう。500円入れたら、もしかしたら皆さん、そうよ。ね、願いがもしかしたら、叶うかも。
お金でもしかしたらどう、皆さん。え、何よ。どう皆さん、最後かけましょうよ、ご利益。ねえ、入れましょう。神社がといい、それでもいいの。え、得するって、人が幸せになるっていいことよ。そう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 。え、神様なのにって。神様も喜んでるわよきっと。え、うん、面白いなーっつって、え、やるなーって言って、絶対見てると思うよきっと。うん、あの天国からね、うん、ね、そう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 、遊びで遊びやん、おみくじなんて。そんなあなた、これで運命が決まるのよって言ってね、これであなた今日今年の運命がこれで決まるんだわーっていう風にさ、誰も思ってますのよ本当。こんなの遊びですやん本当、うん、誰がこんなこと真剣に弾いてるわけよ本当ね。えそういうもんですやん、うん、ねえ、それが阪神ですと違いますの本当。そうそうそうですやろ本当、うん、なんでそんなあんた肩に力を入れてそんなことしないといけませんのや。え、私はそういうことしません。そうでしょ、うん、そうそう、私はそうですわ、うん、もう飽きた、私もよ。私も飽きたわ、もう本当。どんだけ稼いでんのこれ、9時そうそうそう、最後だから500円入れても終わりましょうよ。これ買ったら両替してまたなんか引きますの、また何回も何回も。えが悪いのか、ね、電話だ。ちょっと待って、電話だ。地獄、うん、ねえ、地獄、うん、病院行ったはいいね、この人ね、うん、今のいくらなの？これ無料よ、無料のやつ。これ場所が悪いのかな。でもここでもう最後来ましょうか。じゃあね。
よし。じゃあ皆さんいいですか、最後のね、ここで皆さんいいですか、そうラスト、ラスト、うん、行くよ、行く、これでもうけじめがつく。今撮影中なんですよ。いいですか、本当すいません。あっちあっち、あっち行きますけど。あ、どうぞ。ね、本当すいません。もう。おみくじはでも3回。そう。気持ちいいね、最近ずっとね。本当じーっと眺めたいとか気持ちいいの。本当ねえ、邪魔すんねえって感じ、本当。うん、わざわざね、ほんとそうね、ほんと酒の匂いプンプンするの臭い、ほんと、いや、ほんとだよね、仕事だっつるよ、こっち今、ほんとうん、いらないね、あんな素人なんて、ほんとねえ、なんもできないくせに、ほんとそう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 、よしよしこういうのはおごりよおごりね、ダメなの、こういうのこと全部言っちゃダメ、神様ごめんなさい、私も気持ちを切り替えた、人のいいところを見つけて、人の悪いところは目をつぶって、これからは人のため世のために私は突き進んでいくことを誓いますわ、さあ本当もう 言わないわ、お願い、この500円をね、どうかね、受領くださいませ、そう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 、よいしょ、あ、頭がちょっとちょっと、ほんと待ちですか、皆さん、とりあえずまだ見てる、ずっと皆さん気持ち悪い、行こうか、もうそろそろね、これ引いたらもう行こう、ずっと見てる、あの気持ち悪い人、なんか3人ぐらいな、男3人ぐらいな、ずっと見てる、気持ち悪い、ずっと見てる、じーってしてね、遠くの方から見てる、ずーっと気持ち悪い、66番ね、皆さんね、66番いきましょう、いいですか、皆さんね、66番です、こちらね、なあ、やっぱり今日ばっかり、ほんとちょっと、うん、今日よ今日、ほんと、待ってもらえない、なんか逆に向こうに気を引かしちゃったみたい、逆に、うん、私がなんか冷たい態度取っちゃったから、逆にすごく相手に気を引かしちゃったみたいな感じ、気持ち悪い、そう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 、もう行こっか、ダメダメさん、あれがダメな、あれが元凶のもとよあれが元だわ、うん、うん、めんどくさい、不吉な予感、ずっといる、あそこにいる、ずっとね、行きましょう、皆さん行きましょう、行きましょう、とりあえず、そうそうそう、ずっといる、あそこに、うん、気持ち悪いわね、あと4回もいい、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 もうおしまい、もうおしまい、ほんと、いやだ、これ今日引いてさ、ちょっと不吉なこと起きない、大丈夫よな、ほんとやだわ、
そう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 。読んだ内容を。叶いにくいでしょう、おぼつかないでしょう、出にくいでしょう、あ待って、願望叶いにくいでしょう、病気おぼつかないでしょう、失物、これ失物ってこれ言うの、出にくいでしょう、待ち人現れないでしょう、新築引っ越し悪いでしょう、うせものね、言ってよもうそれは早く、もう旅行悪いでしょう、結婚悪いでしょう、これで帰りたくないわ私、もうこんな悪い状況でさ、でも9時は9時だもんね、結局それってさ、自分の気持ち次第よね、こういうのっていうのはさ、だと思うんだよな、そうそうそうでしょ、結局、うん、ね、水はよどみ波も起こらないとは、物心に貧しく社会活動もできない状態を言います、どういうことよ、例え話これ、羽を落としてしまい飛行が不可能となった鳥のように、大切なものを失って世渡りができないでしょう、だって どういうことこれ、うん、悲しみ事が重なり心が取り乱されて途方に暮れるでしょう、うん、視野に暮れて静かなところにいようと思っても大きな問題が起こってくるでしょう、もうやだこれ、なるほどね、はい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 、その何、吉凶判断には凶吉末吉半吉小吉末小吉大吉の7種類がありますと、この中大吉が出たからといって油断をしたり、また高慢な態度を取れば凶に転じることがあります、だって吉凶っていうの、そう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 、ん、謙虚で柔軟な気持ちで人々に接するようにしましょう、だってまた凶が出た人も恐れることなく辛抱強さを持って誠実に過ごすことで吉に転じます、だって、なるほどね、はい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 、なるほどね、皆さん、小吉くんね、全部これまとめて結ぶね、全部全部これ引いちゃう、全部ね、8種類のやつ、ね、1個ずつこれ結ぶの、これっていいんじゃない、まとめてやればダメなの、うん、そう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 ね、全部良くなかったわね、あんまね、微妙な感じだ、結べるわよ、結べるわよ、結ばずなんかおみくじみたいなそこら辺ポイポイ捨ててるけど、あれよくないわよね、あんなけ、また来た、どこによ、誰いないわよ、どこにいるの、誰がまだいるの、どこによ、誰、あのキモいのいるの、キモいのどこにいるの、誰もいないでしょ、皆さんどこにいるよ、気持ち悪いのが、誰、私がないな、なんだ、なんだ、なんだ、私同じ笑いしないよ、ちょっと何なの、ちょっともうこんなね、いっぱい引いてさ、大吉いつも大吉引くんだよ、私結構ね、今年大吉引けなかったわね、
悔しい。一番くじみたいな気分よ皆さん。これ一番くじならあんた私終わってないで。ほんとね、一等引くまで引くから私は。邪魔すんのよもう周りが。おごりよ、わかる？悪い運だよ周りが。周りが邪魔したんだよ私 の気持ちを。うっとうしいな本当ね。えもう3人か4人ぐらい集団でね、ああやって楽しむのはいいけどさ、邪魔すんねよ本当。思わない？本当絡んでくるやつ。何もできないくせに一人でね、ほんと。一人でこっちが行ったらね、普通にビビってもうどっか行っちゃうんだから、ほんと。ねえ。そうだよ、ほんと。今私仕事中だよね、ほんと。ねえ、ほんとよ。邪魔すんじゃねえよ、ほんと。そうよ。本当集中させて、本当。そう、黒帯よ、本当、二段よ。ああ！で、こう、取れちゃった。見た、今見てない、大丈夫ね。うん、取れちゃった。これ、ぬすりづら。あ、もうね、これ。どうしよう。あったほんともうちょっともうやだ、もうしょっぱなかな。ほんとよし見えた？ 見ないで。ほんとああもうせっかくね、ほんと楽しかったのに。ほんとくじも邪魔されて。ほんとねえ、そうそう、匿名さんありがとうございます。私もね、皆さん、私もそんな悪い人間じゃないのよ。ちょっとよろしいですかって、ちょっとお話ししてもよろしいですかとかね、言ってくりゃいいんだよ、わかる？そう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 、ん？うんね、ちょっといいですかとか、すいませんお忙しいのにみたいな、今撮影中ですかって、すいませんって言って、うんね、って言ってくれ。私もね、あそうですよって言ってね、うん、そうだよ本当ね。配信外で弾けるか、本当配信外でね、うん、あごめんなさい、ちょっと今ダメなんですよ、事務所入ってるんで。え、写真撮ってもらおうか。そうごめんなさい、事務所入ってるからね。事務所、そう事務所入ってるんですよ。え、じゃあ一緒に写真だけ、一枚だけ。あ、写真ですか？そう、一枚だけ写真。あのね、今事務所見てるのよ。事務所？どこの事務所なの？私、あの事務所、芸能事務所入ってるんですよ。あ、芸能事務所入ってるから無理なんだ。ごめんね。わかった、ごめんね。ごめんなさい、ほんと。そう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 。あの人？いや、ダメ。ほんと、うざった。そうそうそう。そうだよ、うざったやつら。絶対、絶対、絶対取らせるもんか。ね、本当よ、悪い風評流されても絶対どうでもいいわ、本当ね、絶対、絶対許可するもんか。そうそうそうね、絶対許可するもんか、本当、ね、あら、あら、モスコさん、あら、モスコです。あ、モスコさんですか？嘘つきな、羽根。あ、明けましておめでとうございます。ちょっとツルピン、ちょっとこっち来て。ちょっと後ろ乗れる、後ろ人乗っちゃダメでしょ。ダメ、乗っちゃダメ。もうフルピン、もう嫌だ、もうあの人たち、もうほんとムカつく。大変だったね。あ、それムカつくんだよ、ほんとクズが。あけましておめでとうございます。おめでとうございます。おねもよろしくお願いします。ほんもうツルピンを見てちょっと安心したわ。そろそろかなと思って。本当もうムカつくわあいつら。もう人住んでるから。何が？もう人住んでるから。あ、そうか、うん、本当に安心したわマジで。ちょっと泣きそうになってた。
あいつら、あいつらムカつくね、ほんとおみくじ出ねえし全員敵だわ、ほんと。そうそう、家近いの？私、うん、今日はこの辺泊まってる。あ、ここら辺なの？今日はねここら辺泊まってんの？そうそうそう、どこ行くの？トツ来たの？違うわよ。あ、トツね、そうね、うんうん、今日はお腹すいたの？初トス。お腹すいたの？え？お腹すいたの？お腹？うん。いや、あの、うん。ほら、何？トツなんだ。うん。あの差し入れ持ってきたの。あ、何よ。あのほらひーちゃんが。何何何何？うんうん。ね。うんうんうん。何何？歌手だからさ。うんうんうん。この辺あるから。うん。何何？あとこれと。あら、ありがとね。龍角さんなの？そう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 。これ何？それはこの間のやつ。なんだ？ん？領収書？何これ領収書って。クルアンタクシー。ああ。ああ、領収書ね。はい、ああ、なるほどね。まあ、ちょっと、うんうんうん、ね、早々に会っときたくて。ああ、そう。そうなんですね、どうもありがとう、領収書くれて。そうそう、税金対策いるもんね。そうだよ、そうだよ、そうだよね。よかったよかった、うん、さっきのね、写真写真撮ってみたいな人今向こういたわよ。あ、本当？皆さん、めんどくさいやつ向こういたわ。じゃあ、あれだ、ピーちゃんは待ち伏せしてるわね、皆さんね、今待ち伏せしたわよ。いや、わかんない、めんどくさいね、このヤンキーたち、ね、結構あれだね、ちょっとめんどくさいの結構多い皆さん今回、ね、めんどくさいの結構多いよ皆さん、これは、ね、うざいね、本当今回すごい粘着。トイレ大丈夫？大丈夫よ。大丈夫？ひーちゃん大丈夫？あ、私おしっこ大丈夫大丈夫。てかもう3時なのね。皆さんもう3時なのね、本当皆さん。ちょっともうやだ、もう誰を1時で終わるって言った人。ねえ、1時に終わるって言ったのにもう3時になっちゃったわ、ほんと、もうほんとよ、お寿司食べに行きたかったのにね。いや、もうこんな時間にお寿司はもう無理じゃない、ほんと。あれ、どっちだっけ、出口どこ行く、私、これもこっちじゃない、あ、車、うん、うんうん、車こっちだわ。ね、このアーケード取っていこうか、うん、アーケード、だけどお寿司、じゃあお寿司はもういいんじゃないの、じゃあお寿司もこの時間やってないわよ、ねえ、みんなお寿司はもうこの時間やってないよ。じゃあじゃあ、いやだからね、じゃあ来てくれたんだけどお寿司はやってないのよ、この時間やってないの、お寿司やってる、アムールちゃん、ありがとう。やってないわよ、お寿司は。あなた車何来たのよ、なんで車来るの、ここ禁止よ、禁止、ここ車通っちゃいけないよね、そうよ、あ、夜はここ通っていいのか、あ、そうなんだね、うんと、あ、夜はいいんだって、夜は、あ、そうそう、あー、やだ、駐車料金ダメ、皆さん駐車料金やばいわ、どうしよう、ちゃ怖いわ、駐車料金忘れてた皆さん、あ、20分なんか500円かなんかとこ止めたで、マジで30分かなんかやばい、いくらよ、ちょっと違うわよ、急がないと車出さないとやばいよ、いや、大晦日、正月はないんだよね、うん、上限は確かここら辺、浅草寺って、
私の近くの西新井大使もね、皆さんないの、上限がないんです。15日ぐらいまでないですね。あ、そうなの、うん、2,3 千は行ってるかな。行ってるね。今日ばっかり引いて、そう、うん、いつものとこに泊めたの。後ろの人、つるぴんよ。匿名さん、ありがとうね。ウシトラウミタツキツツキキツネありがとう。そうす、また来た。101回目するここだ。101回目する。101回目ここだ。そうだよね。ここ結構でも日中にぎわってるよね。日中結構人多いよ、多いですね、ここら辺ね、はい、ガールズバーだって、パルプンテだって、60分2000円だって。この時間からは何、30分で1500円だって。いいわね、うん、ダーツも投げ放題だな。ダーツね、皆さん、ダーツもできますだって。そうなんだね、うん、そう行かないわね。ガールズバーなんか興味ないね。私とパニちゃんなんかガールズバー行ってさ、お会計4万だと思うな。3万だわ。4万だっけ。3万かたった1時間ぐらいでね、皆さんびっくりしたわ、ほんと嘘でしょみたいな。3万よ2人でね、皆さんなんだよみたいな。この料金どこから来たのこれって思ってね。えほんとよ、分かんない。いや今ねそういうプチぼったくりバーって結構ねあるらしいのよ皆さん。なんもよ、シャンパンもなんもよ、ボトルも何もよ、何もしてないって。普通飲んでるだけよ。え、そうそう、いや本当にパニちゃんから聞いてみ、本当。そうそんなびっくりしたわ、料金見てね、本当。あなた、そうおぞます。ここにね、あなたツルピン、キャストの酒でもそんなに2,000円ぐらいでしょ。1,000円とか、うん、いるのよ。あら、あ、どうもこんにちは。寒いからね。どうも、日本人かしら、あの人、うん、オクタっぽいわね、あの人。とかっこいいでしょ。かっこいいね。喋ってらっしゃいよ。いいから喋ってらっしゃいよ。お話してらっしゃいよ。おっさんお話いいじゃないの。お話してね。そう、あ、風営法の警察に言えばいいの。あ、いいわ、そういうことしないから。私は、うん、何かいの、うん、なんかいの早いわね、もうかいの。女性の関係で彼氏んでしょ。いないわよ。25日どうだったの。25日クリスマス先月な。セックスしたの。セックスしたわよ。おじちゃんだっけ。そう、何歳だった。56歳。うん、どうだったのそれで。結局クリスマスはよかった。クリスマスは教えて。はセックスしたから僕は勝ち組なのよ。本当気持ち悪いわね。で結局付き合うことになったの。いや、まあ決まった。なんかその辺はぐらかされた。え、嘘言ったの。付き合おうよって。え、25日会ったの。向こうから来たの車で。うん、で電車で。電車というかタクシーが来て。家近いんだっけ。家遠い。遠いの。どこ家。ちょっと遠い、うん、九州の方。東北の方が来て。そう、新幹線で来て、うん、タクシーであんたの家まで来てくれて。来てくれて。いや、上がってで、そっからセックしたの。セックして。え、会ってすぐセックしたの。ご飯は食べたっていうから。終わったらご飯、うん、え、どっちよ。終わったらご飯、うん、終わる前にご飯、うん、セックする前にご飯。セックスだけ。あ、そう。え、セックする前にご飯食べたの。ご飯食べてないよ。何言ってんのよ。何言ってんの一体。どっちよ。え、会いました、はい、ご飯行きました、はい。ご飯何食ったの。クリスマス何食べてないです。え、ご飯食べてないの。食べてない。嘘だ、うん、え、会ってすぐセックしたの。セックした。え、それでご飯は食べてないです。で終わって向こうは帰ったの。終わって帰った。何それ、いつ会ったの。夜25夜
夜2時頃の夜の何時に来て何時に帰ったの？7時ぐらいに来て9時ぐらいから。何そのクリスマス。ケンタッキーは？ケンタッキーないね。何もないの？何もなかった。何それ。アナルセックしたの？うん。泣いてんの？なんで泣いてんのよ。泣いてないわよ。いや、いい幸せでしたよ。それをするために向こうわざわざ来たの？東北から。ついでにね、もともとこっち予定あったんで、お仕事関係で。日本人なの？日本人。顔かっこいいの？ね、だからこの間中井貴一って言ってね。中井貴一じゃないの？言ってスリムでね。こっちもときめいてるから。スリムで？うん。向こう独身？スリムってわけじゃないんだけど。向こう独身なの？いや、多分分かんない。結婚してんの？やめなさいよ、うん、結婚してるのはミキプルンね。ミキプルン、うん、この間見たらね、ちょっとこの辺がカバっぽか、うん、うんうん、ちょっと違うかなと思って、うん、あなたもカバか、カバみたいな。で、どうしたの？それでカバだからちょっとどうしたの？いや冷めたの？いや、冷めない。逆にほら、そういう方が、うん、付き合って、聖治君ね、うん、あ、ね、そうなんですか？聖治君みたいな感じ、カバっていうのは。でも聖治さんはかっこいいですよね。あなた2時間しか相手にされなかったから、ちょっとあんた話せなんか文句言ってるでしょ、あんた。違うの、それは。あなたそうはあんたいかないわよ、あんた。相手をダメよ、ダメよ、ディスって。あなたディスってないわよ。結局あなた中井貴一より何がよ、聖治さんの方がタイプだ。そうなの？うん。あ、豚がいいの？カバね。カバがいいの？そうそう。あ、そう。ね、2時間でなんかやんね。まあまあ、でもほら、また次回もちゃんと取り付けはあるので。あるの？会おうって、まあ、タイミング合えば。セクフレじゃないの。女のあなた。バレた。ご飯ぐらい行けばよかったのに。クリスマスなのに。それってセクフレだよね。そうだよ。あのね、薄々気づいてた。それでもいいの？まあ都合のいいぐらいがちょうどいいのかしら。あ、そういうの好きなの？好き。あの、邪険にこう扱われるのが好きなの？そうそうそう。うわー、あなた悲しいわね。そういうのがいいの？好き。あ、セックスも？ポジションとか。セックスも何、こうパッパってやったらポイって言うされたの？もう帰れよみたいな。終わったんだからどっか行けやみたいな感じで。うわー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 。帰るの？ご飯は？ご飯食べなさいよ。じゃあご飯おごってあげるから。ちょ待ちなさい、あんた。じゃあご飯おごってあげるから、あんた。あ？じゃお持ち帰りすりゃいい、あんた。お持ち帰り？そうだよ。ああ、そういうこと。これ美味しそうね、これ焼肉のこのスタミナのチャーハンのやつ。これ食べたいわね、炭水化物。黒どれ？あ、男丼今ね、男丼食いましょうよ。あ、安い。これあんたおごってあげるわ。500円よ。ちょっとあの許可取ってきて、許可。撮影許可ね。うんうん、ちょっと行ってきて。そうそうそう。安いからこれいいわね。男丼って、男丼ってまたあなた。泣けるわ。でもいいよね。中井貴一みたいなちょっとエッチできたらね。うん、中井貴一かっこいいよね。あの聖子ちゃんの映画いたね、中井貴一って。プルメリアの伝説って知ってる？あれ聖子ちゃんのね、相方でね、中井貴一だったんだよね。結構イケメンだったんだよ。ダメって？あ、嘘、いけるって？あら、奥ここダメなの？何？あ、うん、あ、なるほどね。こう電波あんのかな？いいから、ちょっと見てもらって。ここに座ればいいんだな、私たち。そこにしようね。いいですか？いいわよ。何する？何する？あ、これつかないわよ。あれ、これつかない。ん？お姉さん、ごめんね。あ、こう押すのね。これでいける？あ、いけた。何する？さっきのやつ。丼ぶり？うん。男丼？男丼。何、お姉さん、まあ、水持ってきていた。男丼ないわよ。あら、あれじゃない。男丼ないわね。男丼どれだろう。ちょっと男丼聞いて。男丼どれって。チャーハンかな。あの、3時丼ぶり。
黒丼か。そうそうそう、あ、黒丼っていうのあれは。あ、お姉さん大丈夫よ、黒丼よ、はい、大盛りね、はい、ラーメンいる。あ、はい、食い、あなた食いすぎよあなた遠慮しなさい少しは。あ、そうですか。どんだけ食うのよあなた本当そうそうそうね、思いません。あ、これ違ったねこれ。え、次何おかわりは。おかわり大丈夫。大丈夫なの、うん、餃子は。餃子大丈夫。一品料理はあるわよ。唐揚げにしよう。唐揚げね。はい、唐揚げ。唐揚げ、前ぞれ美味しいわね。はい。ドリンクいる。ドリンク大丈夫です。大丈夫ドリンクは、はい、はい、ドリンクは。ドリンク大丈夫しーちゃん。ドリンクいらないわ私って運転するから。水は、はい、水でいいよね。いい、水が一番美味しいのよ。そう、あ、そう、ダメダメやと飲んじゃダメ。あとこの間飲酒ってしたでしょ。してないですよ。車、チャリンコで。私知ってるのよ。ちゃんと押し帰りましたよ。本当に、うん、そうそう、しないよ、本当、乾杯よ。あ、お疲れ様です。お疲れ様、乾杯。よろしくお願いいたします。どうも、今年も頑張りましょうね、配信ね、本当。はい、ツルピーもね。はい、頑張ります。そう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 、うん、取り消ししてないよ。え、注文したよね、私。あれ、嘘でしょ。履歴、注文したよ私今ね。履歴で入ってるね。入ってる、大丈夫よちゃんと。皆さん取り消ししてないよ、はい、だって大丈夫。他なんかあったかな。なんかちょっとすぐ食べれるものがいいね。このほうれん草炒めとか美味しそうじゃない。うん、いいですね。これいいね、ほうれん草。これから体にいいね。体に、体にね、鉄分取っとくとね。これいいわね、体にいいしね。これにしましょう、まずね。これも食べてね。あとはエビマヨも美味しそうね。はい、エビマヨいいんですか。大丈夫。餃子にしましょう。餃子ね、なっちゃう。餃子、焼き餃子にしましょうよ。焼き餃子、ね、美味しそう ね、 いいね。焼き餃子食べましょうよ。ね、食べましょう、焼き餃子ね。いいですね。そうそう、食べてね、焼き餃子も食べて、はい、あと何する。半チャーハン美味しそうね。何度すおつまみはね、おつまみ。あ、そう、私こういうの食べたかったの、おつまみとかね。ね、みんなね、おつまみとかね、美味しそう、美味しそう。いいと思うよ。あ、これどう、むしろ美味しそうね。あ、美味しそう。あ、チョリソーも美味しそう。うん、美味しそう。バンバンジーも美味しそうね。バンバンジーも美味しそう。うん？チョリソーいいね。チョリソー食いましょうよ、チンポ。チンポ食いましょう、チンポ。ね、チンポ、うん、そうそう。冷菜もあるよ、冷菜も。冷菜もある、冷菜もどう？冷菜は？あなた冷菜は？はい、食べます。そぼろ親やっこ、うん、塩キャベツ、あ、まあ、キャベツ、卵美味しいじゃないの。卵食いましょうよ。卵食べましょう。卵も食いましょう。ね、卵も食いましょう。卵もね、ちょっとタンパク質取りましょう。うん、ね。あ、ほうれん草頼んだ、ね、さっき注文した ね、 ね、お野菜を頼んだからね。そうそう、結構注文した。もう終わりよ、ね、もう終わりました。もうおしまいね。もう注文しすぎよ。もうおしまいよ。もうおしまい。もう終わりよ。そうそう、もう頼みすぎよ。もういい加減にして。ほんともうダメよ。ほんとねえ、ちゃんちょっとあなた全部食べれるの。食べます。あ、でもね、ひーちゃんお腹すいてる。でも食べれるのよ、あのツルピンは結構ね、うん、いっぱい食べれるしな。食べれる。あ、ここ最近できたのかな、ここね。ここね、うんうんうん、変わったんですよ、お店が。チャーハン注文したっけ、うん、私たちチャーハン注文した。え、チャーハンも食べるんですか。私たちチャーハンも注文したかしら。ちょっとうるっと注文しよう、うん、飲む、あなたも。あ、はい、飲むの。懐かしいわね、本当。懐かしいわ。あ、ここ日高屋だったの昔。それはないでしょ。そう嘘、本当、うん、なんか変わったの本当、うん、料理来ないわね、なかなかね、うん、一人でやってるのかな、全部ね、もしかしてね、本当、うん、車で冗談入ってるんだけど、嘘だそんなもん、まあ、そんな注文してないよね。はい、こんな注文してないでしょこんな注文したっけ、私たち、皆さん、うん、軽くパニックになってる、厨房が。やすこ、やすこ誰？やすこって言います。誰、あなた？
この赤ウィンナー美味しそうね。ヤスコに乗っかっていこうかなと。誰ヤスコって。面白いの。何今流行ってるの。今流行ってる。知らないわよそれ。誰よヤスコって。ほんと自衛隊の子知ってんのみんな、うん、知らないよどうせみんな見てないもん、うん、テレビなんて、うん、知ってんの。ここ電波悪くない。あちょい悪い。まあでもかくってはいないけど、うん、ここ電波悪いでしょ。もっとドライあっち行くでしょ。じゃ似てる。もう電波悪いわな、うん、電波悪いね。電波大丈夫皆さん。あ自衛隊なの。そんなことより電波あるでしょ、うん、ここ1たす1は大丈夫みんな。ほんと。あ、じゃあ大丈夫ね。大丈夫。うん、あ、あ、来たの早いわ。ラーメン。ラーメン。ラーメン。はい。はい。これ何ラーメンなの。これ男麺なの。これラーメンのセットのやつ。あラーメンね、うん、ラーメン来ました。卵とこれミニラーメンなの。これでミニラーメンなの。結構あるわね、うん、結構いただきます。唐揚げね。唐揚げです、うん、あラーメン美味しい。あなた、うん、煮卵、うんうん、食べなさいから。いただきます、ね、ちょうだい、はい、うん、うん、はい、はい、うん、はい、ね、うん、うん、唐揚げです。じゃあいただきます。うん、うん、あっこいわこれね。あっこいわ、うん、あ、温まっていい。寒くなかった。大丈夫です。寒くなかった。うん、あ結構今日は、うん、唐揚げ美味しいわ、うん、ね、美味しいです、うん、ね、あ、やだ着物汚れちゃった。あ、何これあんた、うん、これなんでこの着物汚れちゃったのこれあんた。ラーメンでこれあんた。これどうしたのこれあなた。え、汚れたわよ。あ、染みでか。卵の染みだわ。あらららら、うん、うん、おいしい。おいしい、あったかいし、おいしい。結構あっさりよこのラーメン。意外にこうと思ったら、うん、意外に全然薄くておいしいね。思わない？ね、薄くて美味しい。美味しかった。うん、本当だわ。うん、うん、でもね、こういうシンプルなの。中華そばよこれ。うん、食べた。うん、うん、あ、唐揚げの唾液でね。あー、そっか。はい。負けないわよ。ね、あなたに触れたいよね、うん、ダリダリンここに来てよ、ね、これ結構量多いわね今回。あ、すいません来たチンポ。これもこもらっていい。チョリソーです。うん、おいしい、うん、おいしい、うん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 、お醤油ベース、酢ベース、鳴らしちゃった。私、酢ベース。どっちが好き。醤油ベース。醤油ベース。何醤油と酢ベース、どういうこと。いや、どっちの量が多いかな。私、酢少なめで。はい、うん、ね、でも、おパンツは結構酢臭いの好きよ。ね、相手に求めるの、そこ。そうね、一応パンツ好きですね。そうそう、おパンツのやつね。おパンツがいいかな、私仕事したかったらね、うん、そう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 、うん、ね、いただきます。ラー油入れちゃっていいですか。何ですか、ラー油。はい、入れて、うん、はい、
美味しい。濃くて美味しい味が。うん。うん。ガツンとくるねこれね、なんか。スタミナ飛んでる。うん。生姜の味よ。うん。生姜が入ってる。ね。あ、そう、すごい。うん。うん。いい感じじゃないですか。いただきます。生姜焼きだわ。ね。生姜焼き。生姜焼き。うん。ね。うん。どこじゃない？いいんじゃない？ね、美味しいですよ。ニンニクより生姜の方が温まるし、うん、うん、美味しい、うん、豚肉、玉ねぎ醤油、そうね、うん、うん、美味しいね、あ、つるびんよ、うん、誰なのって横の人があって、あ、つるびんです、誰って違うわよ、みんなさ、そこら辺に今さっき出会ってね、ご飯食べてないからって言って壊す、あの、食わしてるもんじゃないの、違うのよ、ね、うん、あの、家段ボールじゃないです、ちゃんとお家がある人よ、そうそうそう、今日はね、そう、大丈夫、大丈夫よ、今日までって、うん、25日なんか男と会いますとかで、あんなとじまわせするなんかあなた、はい、ねえ、ね、あの、自分リア充なんですってあなた、でしょ、うん、いいわね、ほんとでも、ね、また会うんだからいいわよね、うん、うん、全然、まだもうね、 LINE もしてるの、うん、 LINE もしてるの、 LINE も知らないえぇ、まだメールしかし、あ、浅草段ボール減ったね、そういえばね、もっと昔多かったのにね、どうですか、ね、はい、ラストオーダー、はい、あ、お、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、はい、これでもみんな来たんですよ、そ、オールオブ全部 OK? 全部オーダー OK、 OK、 はい、OK ね、うん、OK、 店員さん可愛いの、何が可愛いのよ、あ、その喋り方が、うん、あーね、可愛いね、なんかね、片言な感じでね、ほんとね、愛想もいいし、ね、ご飯も美味しいし、うん、ご飯美味しいね、美味しいか、めっちゃ美味しい、しかも来るの早いわね、うん、うん、こういうのいいわね、いいです、パッときね、そう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 、パッ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 って、うん、やっぱね、食べたときはパッパッ食べたいもんね、そうそうそう、みんなの、うん、街を染めるこの二の君のそばにいさせた、ちょっと何何なの、いや、なんだ、なんだろう、誰話すあ、すみません、フルーシーズーダー汚いわね、ほんと鳴らしてね、汚い、うん、あ、おいしい、この卵スープ美味しい、卵スープほんと美味しいね、美味しい、あ、エビマヨ注文してないのよ、でもこれで十分足りるかもね、いいんじゃないですか、まあ食べれるの、はい、もう、あ、もうこれでお腹いっぱいです、じゃあ餃子いただきます、うん、餃子も全部来たよ、しっかりしていますよね、このね、お値段が250円、美味しい、この餃子美味しいね、6個ぐらい、安い、美味しい、うん、お姉さん来ましたよ、ね、そちら来ました、何が一番、この生姜丼が美味しいわね、これ美味しいですね、これ時間は飯してるじゃないですか、こうした君のことが大事で仕方ない私、この歌好きなのよ私、キャロルズ、これいい歌だよね、 あ、こと知らないでしょ知らないか、これいい歌なのよ、冬のね、あゆがメディーゴーランド乗ってるよ、夜のメディーゴーランドに、なんでか分かんないけどね、うん、そうそうね、え、あれそうそうそう、この時までまだあゆがってね、 こっからなんかちょっとあゆね、あのね、変な風になったのよ、ああ、うん、歌もね、うん、
これパスタ渡す。うーん、パスタはね、またあの空中ブランコ乗ってるのジャケットが、うん、ね、あれ可愛いのよ。いいね、私乗ったら引きちぎれるかなってぐらいの本当細いなんかチェーンが流れ乗ってるのよ。あれ、うん、そうそうそう。最初ひーちゃんのこと愛だと思ってましたって、本当やだね、やだね、眼科あるよ。いい眼科あるわよ。あんたもそこは愛だねっていうふうに言うんだよ。ああ、ご飯食べてるしね。本当ないよ。おせずさん、ちょっとおせずさんと。もちろん。はい。うん、ね、うん、お世辞もいるわよ、ね、よいしょしてよいしょ、うん、ね、結構お腹いっぱいよ。私、あなたは？まだ食べる。まだ食べるの？残るもの。なんか普段ご飯食ってる人みたいになんかね。あるかよ。まだ食うよ、あんた。食うときにやっぱね、ため食いしょうがないと。いつ食べれるかわかんない。今食ってるでしょ。はい、え、あなたあの、はい、彼がさ、うん、家に行きますって待って、いやーこの歌好きなのよ。やっぱあ、この歌いい歌ね。あ、でも違うわ、ごめんなさい、私嘘言ったわ。この歌もいいんだけど、うん、私あのアツシとなんか高弘のバージョン好きじゃないの、私は。あー、前のボーカル、わかる、うん、ね、私あの前のが良かった。そう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 、あの高弘が入る前よ、あれの方が好き私、清木場さんの方が、あのハートオブゴールドしてる、うん、あの歌良かったわね、ハートオブゴールドとかね、あったのよ、赤揚げもなかったんですよね。そうそう、キューキューバーよかったからね。うん、高弘もいいんだけどね。うん、うん、何これ、うん、ありがとうございます。どやしたどやしたどやした、ありがとう。森のミラクルなんだそれ一体。あ、森のミラクルってあれか、あの尻か、あっちのお尻拭いたからか、私がよっさんのお尻かな、うんうんうん、あっちの森ね。ああのうんこの、うんこならね、うん、吉井さんのね、うん、すごかったわ、ケツにうんこついた。うんこがあったんですか。漏らしたのよっさんの、知らなかった。うん、ほんとよ、そう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 。あー、スパークですか。そう、でも全然、うん、あれ捨てたって。でも誰かがしないとできないじゃん。そうね、誰もなって皆さんできないでしょ。ケツ拭ける無理でしょ。できない。できる？うん。ひーちゃんのいつでも拭けます。本当？うん。そうそう。なんか逆に早く綺麗にしてあげたいなと思ったのよ。よっさん気持ち悪いと思うかな。早く拭いてあげてね。うん、綺麗にしてあげたいなって。そう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 、うん、ね、優しいって、あの部屋中がもううんこ臭かったね。楽屋がね。ああ、そっち、うん、そうそうそう、あの続きの悪かったの、なぜあの楽屋がね。まあそういうところにありがちです、ね、うん、そうそう、空調もなかったし。そう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 、うん、ね、そうな、できんな。楽屋から、うん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 ってなるけど、ちょっと予算が少しね、距離を持って。ね、そう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 。でもみんな優しかったよ。うん、うん、そうそうそう。まえちゃんなんか、あんたもう予算が脱いでるのにこれじっと見てたもんだって、まえちゃんとか。うん、で、まえちゃん、予算もだってちんちん見たもん、まえちゃんもね。でもよっさんのちんちんちっちゃかったわ。真偽に戻ったわよ。
ほんと、ね、よっさんちんちんちっちゃいねって言って私言ったもん、思わず、あ、ちっちゃいねよっさんってって言って、ちんちん何も言わなかったんですか。え、あの、よく言われるって言った。よく言われる、うん、そう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 、ね、うん、いや、ほんとちっちゃいわって言って、うん、あ、どこなのみたいな、ちんちんどこなのみたいなこれ、ね、探して、ねえ、うん毛に埋もれてたわよ、ね、うん、でも良かったよね。でも絶対ってくれる人がいるのが助かりますよ。そうね、うん、うん、膨張するタイプなのって、ね、でも予算と別にしたいと思わないね、うん、予算がでかいと逆に。あなた予算好きでしょ。でも予算年齢40代、皆さん、ああ見えて見える、ね、40代見えないと40なんだよね。いや、え、なに、えって、え、私2個上よ、うん、え、じゃなかったっけ、え、よっさん40よ、え、なにえって、え、違う、40だよ多分、2個上だと思う、私の2個か3つか上だよね、確かね、年齢が。いや、私この間40だ気がする、誕生日かなんかで40か41かなんか、そのぐらいの、食べてて、うん、41か、ほら、でも、うん、41よ。まだ40になってる人ってそんなにないですよね。いないね。まあ2、3人。金番さんが45かな。うん、昔からの人で。ね。TJさんが43かな。うん。うん、ちょうど40に差し掛かる人たち。私靴に見えるよ。ん、私靴に見える。いっちゃん、うん、26、嬉しそうな顔したんですけど、うん、ないでしょ、うまいわね、みやさん、取り巻きはこうやってね、そうそうそう、ねえ、なんだこうやってね、うまくやっていくのよ、皆さん、わかる、やだ、ほんと、ねえ、結構ガチで嬉しいじゃん。そうよ、何が焼却よ、嘘つき、どういうこと焼却って、面白い、うん、いや、でもね、38人はね、見られるかな、ちょっと少し若く見られるけどね、うん、36とかね、そんなあれだけど、いや、結構ね、若く見られるよ。あのね、お肌とかね、皆さん結構ね、気を使ってるのよ、こう見えて。同じ38の肌と比べると全然ね、ゲイの30って違うよね。うん、どうぞどうぞ。いや、ゲイの30と一般の30全然違うよ。肌が違うのも、気を使ってるからね、オカマの方が。いや、ほんとそこら辺からもう違うよね、差が。ね、うん、そう、肌きれい、そうですよ、どうもありがとう、みんなね、優しいよね、ほんと、そう、お肌大事よ、お肌、うん、ねえ、うん、手がしましま、あんた言われてるで、うん、手はもう50度からね、ねえ、うん、手は、うん、そうそうそう、うん、うん、言われてるよ、うん、ねえ、なりますよ、手全然シワシワじゃないじゃん、だって見てほら、手かわいいよ、ほら見て、プニプニしてて、ほら見て、ね、全然、え、手ってこんなもんじゃないの、手やったらシワシワ、いや、全然綺麗よ、あたし昭和なんだよね、昭和、あたしなんか38だったな、うん、和道さん、うんうん、石川のりゆき、うんうん、野田さん、うんうん、あと、あいつ関信吾あと A 面、あとうんこちゃん、加藤純一、うん、うん、かな、38だったの、結構モンスターを生み出してる年ですね。いや、結構年あれだよね、モンスター、うん、近いよね、松山健一か、あ
あ、山下俊一さん、あ、山 P もそうなの。山 P 38に見えないね。見えないですね。うん、山 P って38なの。うん、ね、子供じゃないけど、結構年若いと思ってたな。デビュー早かったしね。そうそう、あ、ニュース、ニュースもあったけど、ね、ドラマとかも早かったから、うん、そうですね、印象が。でも独身だよね、おそらく。なるほどね、はい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 。亀梨くんも38だった。あー、なるほど。びっくり、そんな若いの、二人みんな結婚するんだよ。誰、亀梨くんじゃないの、赤西くんでしょ、結婚してんの。亀梨くんは結婚するって発表したんじゃないの。マジで、ツイッター違うの。亀梨くん結婚するの、うん、の、うん、亀梨くんの奥さんになる人は発表したのかな。私ね、そんな言って、カトゥーンはね、そんなね、そんなカトゥーンはまらなかったのよ。 そうそう、あなたの時代は何、ジャニーズ光源氏でしょ。光源氏とか、まあ、スマップ男組とかでしょ。サンスマップ男組も大好きだった。どっち、世代的にはスマップって後じゃんね、みんな。まあ、いや、スマップは90年代前半ぐらいじゃん。年齢で言ったら、あなた80代後半でしょ。アイドルは草薙君っていくつ。50、40。だから、だから、だから光源氏でしょ。うん、スマップ。で、その前なんでよ、じゃあおかしいよね、皆さん。50代だってスマップっておかしくない、そんなもんなの。あ、でもまあ、光源氏は小学校、小学校、え、中学校でスマップ、うん、なんていう曲、スマップなんていう曲よ。スマップオリジナルスマップ。あの時代、うん、まあ、もちろん売れたのもったあとでしょ。中学校、中学校ぐらいはそのぐらい。え、50いくつだっけ、スルピン。50、ちょっきり今年50、今49、5月で50。本当、うん、本当よ。なんだけど50とかってそんな幅読まないよ、言うて。だったら公開しない方が楽だ、年齢を言わない方が。そっちも面白いし。草薙君って何、1974年生まれなんだ。うん、そういう74年、トラロシね。え、だい、え、そうなの。うん、あ、そう、うん、私は中学校の時は嵐とかね、うん、キンキキッズとかね、キンキキッズはね、小学生だった、うん、まだ皆さん、私がちっちゃかった、うん、キンキキッズって。そうそう、あのガラスの少年とかね、食べてよ全部、はい、そうそう、私は嵐。あ、でも私も好きなのは嵐、うん、嵐かな、大体。私も好きなのは嵐。何が嵐よ。いや、だって大体嵐。いいわよ、もう。ちゃ世代がどうだったの話よ。別に私が好きと別に聞いてないのよ。そんなの。うん？ツルピンさん配信してるよ。うん、ね。そう。うん？そうや。カットゥーンはそんな私ハマらなかった、ニュースも。ちょっともう私もその時も大人だったしね。ね、うん、そんな言って。でもね、私ジャニーズでハマった、最近ハマったのはキンプリなの。キンプリ、もうね、キンプリめっちゃハマ、キンプリハマるよね、面白いし、うん、そうそうそう、わかる、はい、バラエティでも面白いじゃん、誰がいるか聞くと。しかもダンスも超うまいのよ、皆さん、うん、世界に通用するレベルのダンスの、キンプリっていうのはね、あんたフンフンって知らないでしょ。うん、ね、今ダメ、今の2人ダメ。いや、いいんだけど、今の2人も、今の2人、あ、2人、あ、そうかそうか、いや、いいんだけど、元のジャニーズに戻った感じがする。いや、本当にあれだよね、世界に通用するレベルのダンスだよね、うんうん、歌も英語だし、うまいしみたいな、あんたフンフンって知らないでしょ。うなずくんじゃないの、そんなで、ふん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 、ダメですか。そうだよ、そうごちそうさまでした。平野くんかっこいいよね、でも平野くんの優しいところっていうのは、なんだい、レジ締めするの、マジ早っ。ここ何時までですか。これで終わりです。お姉さん、ここ何時まで。あ、4時、はい、早い。早い。24時間やってん。24時間。4300円。はい。まあ、そんなにいっぱい食ったの、私。
ちょびっくりしちゃったわ。お願いします。どんだけ食べるのよ。本当食べ過ぎ。美味しかった。本当よ、これ何これ、4000も注文したわよ。どんだけ食べるのよ。あなた、お寿司いけたわ。いけたね、一人でね。私も食ったっけ。はい、どうもごちそうさまでした。お腹減ったの、ツルピン。もう帰りの買って帰ろうかな、これ。嘘でしょ。おじいちゃんのとこに行って。まだ食べれんの。あ、違う違う、今日、今じゃなくてさっきに。うん、まあ、食べれないよ。頼んだんじゃないかな、まあ、こんな食うと思わなかったよ。ほんと、よし、行きましょう。はい、よいしょ。ね、ツルピンさんの笑顔が可愛い。ねえ、あなた笑顔が可愛いってよ。ありがとうございます。これも美味しかった。ごちそうさまでした。4時、今もやばくない。4時だ、4時。どこ行くの？あんた帰るんか。見送らず、あんた飯で食って帰るのか。飯で食って帰る。どんだけあんた厚かましいのよ。ほんとくたばれ。そうそうそう。あ、大ちゃんありがとうございます。どやさどやさどやさ、ありがとうございます。大ちゃんありがとうございます。食べたらあんたさよなら、どういうことや、あんた。ほんと普通あんた見送りなさいよ。ほんと、あ、そう、今日私病院だったわ、お昼からね。え、そうそうそう、忘れていったわ。匿名さん、ありがとうございます。ほんとだよ、じゃあじゃないよ、じゃあじゃあ。ほんとねえ、そうそうそう、今日病院なんのよね。私一番何が嫌だかって、2週間に1回血抜くんだよね。あれがほんと嫌。しかもあの GLP-1 の注射が合ってないの、私に。なんかね、気持ち悪いんだよね。やばくない？やばい。やっぱこれ先生言った方がいい、これいいね。言った方がいい。やっぱりなんで血抜くのって、血液検査するんだよ、毎回。そう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 、うん、結構ね、スパンですね。そう、なんか気持ち悪いんだよな。うん、そんな頻繁に血液検査、うん、する。そう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 、2週間に1回しかもらえないんですよ。そうなのよ。治った、糖尿病。治らないよ、糖尿病ってねえ、治らないよ、糖尿病は。いや、良くなるのもあるけど、安定するとかね。いや、気を抜いたら結局なるよね、またね。うん、いや、糖尿病は永遠だよ、死ぬまでだよ。そう、死ぬまで付き合うんだよ。そう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 、まあ安定はするけどね。あ、そう、数値は元に戻るときはあるよね、糖尿はね。でもまた気緩んだらまた元に戻るよね。そう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 、いや、みんなそうなるよ、気をつければね。うん、予算はもっとやばいよ。予算まずいよ。そう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 。予算はインスリンなんだけど、インスリン打ってないらしいんだよね。やばいでしょ。ねえ、いや、毎日打たないといけないんだけど、打たないって言ってんだよね、注射を。そうそうそう。配信者寿命短すぎて。いや、本当に。うん、注射を打ってる時と。打たない時もあるしみたいな。そう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 。治るの薬からなんかね、糖尿病って治らないよね。治ったなんて、治ったなんて聞いたことある？いや、聞かないですね。福袋やだよ、もう、もう帰らせて、もういい加減に。じゃあ福袋なんかやだわ、本当。また明日行こう、明日。ちょっとねえ、やめて、もう本当。え、ドンキ、ドンキあるけど、もうやめよう、もう帰ろう、もう。そうそうそう、私今日昼から病院なんだよな。
な、帰らないと。ちょっと、そうそうそう、ナイスもねないのに、ほんとやってるんだから長時間。ナイスもうなくなっちゃったしね、ほんと。そう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 、そう、駐車料金心配ね。ナイスなんでないのって。ナイスはね、いや、お察して、ほんと。コーチは何、レディースしかないの今回福袋。まあ別にいいけど、いいいい、全然ね、レディースでも大丈夫。そうそうそう、うん、治ったの糖尿病、よかったわね。じゃあ治ったにしましょう。うん、治りました。うんね、うん、治った治った。うんね、分かった分かった。うん、そう、治りました。うんね、うん、そうそうそう、もうそうよ、もうじゃあもうめんどくさいよ、もう正月早々ね、もう治った治らないとかもそんな話、もう治ったでいいわ、もうほんと。そうそうそう、そうそうそう、うん、いや治ったんですってよ。うん、じゃあもう治ったでいいのよね。うん、そう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 、これからもね大事にね、ほんと。そう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 、よいしょ。そう、感知したのね、ほんと。うん、おかしいわね、ほんと。それ多分違うじゃない、その病気は。何番かな、ちょ待ってね今。うん、普通の人は治らないの？何者なのお母さんじゃ。ね、何なの、強靭なの。そうそうそう、ちょ待ってね、今エンジンかけるかな。そう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 、ちょっと待ってね皆さん、ほんと。よし、やりましょうね。じゃあちょっと駐車料金をね、そうね、ちょっとね、うん、ちょっとお静かにね行きましょうね、とりあえず皆さん。感想もやめてもいい加減にして、もう疲れるわ。ツルピン配信しないの？うん、はツルピン配信しないの？明日の午前中、あ今日か、何するの今日は。今日はどうしましょう、出会い系で、うん、あのアプリで、うん、やり取りをしてるところとか、うん、やってやろうかなと思ってます。助走して、はい、釣って、釣って、うん、ゲットして、セックスすんの？ありがとうございます。それも配信すんの？セックスはできない。あら待って、安くない？これ誰か間違ってこれ払ってんのかね、絶対300円はないわ。誰が払ったのこれ、見て20分、高っ、これやばくない？3日までだ。何が実施が、はあ、でだから今日4日だから、4日だから、4日だと100円、100円、なんだ、誰かが払うわけじゃないのこれね。なんだ、神様見てるわね、ね、神様ありがとう、神様ありがとう、神様だわこれきっとね。さっきお金多めに払ったからよね。そうそう、うん、500円つぎ込んだわよ。あ、800円か。あ、違う、1000円だね、1000円ね。1200円かな。結構使ってんね、700円の89012。あ、そうね、1200円よ。そう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 、うん、いったの。よいしょ、じゃあ帰るよ。じゃあね、つるぴん、じゃあね、バイバイ、さよなら、さよなら。あ、じいちゃんありがとうございます。どやっさどやっさどやっさ、ありがとう。じゃあね、バイバイツルピンね。じゃあね、明日出会い系するの、お仕置きするの、お仕置きの掲示板ね。
見たら通報するから。ほんと。出会い系なんて、出会い系なんかしちゃいけないのよ。ふわっちは禁止よ。ほんと。許さないわ。私はいつもそれで配信止まってるのに、なんであなた止まらないの。ほんと、ムカつくわね。いや、ほんとよ。おかしいじゃないの。あなただけ特別待遇で。ねえ。ちょっと。ちょっと待って。バックするわ、バックを。じゃあ帰ろう、みんなね。よし。じゃあねー。はーい。バイバイ。ちょっと風が重いわ。よし。さあ。皆さん終わるわよ、そろそろ。ねえ。これ右なの？こっち行けるよね。よし。いやー。疲れた。ちょっと。用事なんだけど。用事。あの皆さんのツルピーね。あの配信してるから。ねえ。ツルビンだっけ？ねえ。ひらがなかな、ひらがなつるぴんでね、皆さんよかったら検索してね、よかったらね。そう、私帰るから。あ、つるぴんか。はい、今赤信号なんで、運営さんここで切ります、リスナーさんもここで切ります、路中できないんで。お疲れ様です。はい、今ね信号あれだから、ちょうどいい時間だから。はーい、おつひどです。お疲れ様でした。どうもありがとう。また明日です。